とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではいきましょう。さあ今シーズンもタワー頑張っていきましょう。30回ですね、いきます。ここか、珍しいね。あ、ちょっと待って、ポーションバリアついてる。ああ、ヒート性もある。なかなかいい感じの初期装備ですね。うん、これ最初から最後まで使っていける可能性は高い。あ、ちょっと待って、敵多い敵、いや、多くはないか。ちょっと飛び込みすぎた感じがありますね。いや、でもパン食ってるし大丈夫です。ちょっと待って、あいつら、あの上で固まってる。あ、おい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 、来る？オッケーオッケー、倒しきれてなかったらまた戻ってこなきゃいけないからね。それはめんどくさい。お、矢は出てくる。まあまあ一回、敵ちょっと多めですね。これはいらないかな。次、ここも嫌いだわ。ちょっと待ってよ。よしよしよし、待て待て、これ待て、ポーションバリア入れよ危ない、ポーションバリア入れてから。ちょっとこれ危ねえな、囲まれた次がね、どうしようもなくなるかもしれないんで、ポーションバリアを入れとこう。で、パンを食ってからあっち側行こうかな。よし、パン食ってればもうここは逃げなくてもやり過ごせるはず。いける。よし、オッケー。なかなか序盤からめんどくさいステージですね。いやー、オッケー。よし、あとこっちでおしまいか。いやいや、めんどくせえな。あー、こっちもポーバリアン。でもまあまあパワーシェイカー間違いないでしょう。いきまーす。序盤めんどくさいのあれやだな、周回したくない。よし、 OK。めんどくさい敵は特にいないかな。クリーバーとかも出てきてはないね、まだ。今回出てこなくてもいいんだけど。ネクロは出るか。いや、ネクロすら出ない。お、終わりかい。3回急に簡単だぞ。まあ、1回2回もね、めちゃくちゃ難しいわけではないけど。いや、装備良くないな。装備がよろしくありません。次は、あ、俺パワーシェイカー使ってなかったじゃん。持ってるだけで全然使ってなかった。ある敵はいないわ、余裕です。うん、終わり、はい、終
了。次。おお。スケールいいね。行きましょう。やっぱタワーはなんかね、スケールのイメージがついてきた。なんか、あ、一応大針入れとけ、2入れとこうか。一応ね、 OK、 いいね。あぶねえ。ここはクリーパーが若干出てくる。で、すぐ終わる。いいね、今の感じでサクッと終わるところがいい。おお、スイフトストライカー珍しいね。いやでも使わないかな。うん、いやいや、いいわ。そうね、いらんかな。そんなにね、強いやつではないので、わざわざ使うこともないかな。お前いるとめっちゃ強いな。尊敬持ってたらここいいね。尊敬持ってたらここ結構たまりそう。お、ポーバリついて、おーおーおー、いいねいいねいいね。でエンチャンターの書もあるので召喚ビルドもありですね。うん、今回どうだろうね。よし、痛い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 。よっしゃ、出てきてくれる感じがちょうどいい。おー、ポーションバリア本当今回ね、ようついてる。でフロストサイズね、おいいじゃんいいじゃんいいじゃん。フロストサイズ持っていこう。え、これ伸びじゃない？なんか落とせる場所があるぞ。わかんない、どうだろう。いきます。なんか伸びを落とせそうな場所だけども、まあまあフロストサイズ今取ったからね、これで全然倒せるでしょう。おー、ガストかい。あぶねえ、あぶねえよ。 OK、 よっしゃー。なるほど、伸びじゃなくガストでしたね。あ、でも全然、おー、いいね。いやでもね、軽減ついてないから、軽減も攻撃力アップもついてないんでいいかな。何が出る？金細工。もう防具をこのままいこうか。あー、でもつけれないつけれねえな。まあいいや。なるほど、な、武器のエンチャントはちょっと控えめにして、防具をトゲとポーションバリアを入れていいかもしれないね。わかんない、後々なんかもっといい防具が出てきてくれるならそれがいいけどね。 OK、 フロストサイズいいわ。いいねいいねいいね。よし、終わり？いやまだだね。こっちは？こっちいない？こっちもいない。よし、終わり。おお、ダブルダブル、素晴らしい。いやでもいらないわ。ちょっと待って、防具これ何がついてんの？あ、帯電ね。いいじゃないですか。OK、
やっぱり490そんなダメージねえな。1だからね、しょうがない。今回意外と敵多いかもしんない。このシーズン敵多めかも。じゃ意外と出るな本当に。よし、ちょっとあいつめんどくせえな、逃げやがった。よし、こっちいないね。となるとこの上のやつでおしまい。あぶね。次はなあ、バジネスト取ろう。いいか、うん。虚無は武器のやつを狙いましょう。なんか効果力のやつもないかもしれないしね。一回出しとけ。おい、危ねえ。危ねえよ。おーし。ちょっと待って。お前逃げんなって。危ねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。意外とここきついかもしんない。いやいや、装備があれば全然大丈夫なんですけど、これ初期装備とかできたらここ結構きつそうだぞ。おお、今回なんか珍しいのが結構出てるね。トルバとかさ、なかなか珍しい。で、今13回、いや、まだ、真ん中すら来てないか。OK。ここはもう8に任せて、おーい、俺落ちそうだ。これもう完全に落ちないと無理だやつだ。こっち来る？これ無敵？持ちや、ここ。あ、いや、違う。の風で上に上がった時に向こうに行けばよかった。あ、ミスったわ。よっしゃ、もうちょっと待って、ダブルで食らってるし。勘弁して。多いよ敵が。いや本当にここ敵多い。あ、中盤以降がちょっとね難しくなるかも。いや、まあまあまだ全然あれだけどね、余裕だけど、装備次第では。おーっと、いいねいいね。サプライズギフトとポーションバリアついてる。いや刀って感じじゃないんだ今回。あ、俺エンチャー全然入れてなかったわ。もったいないけどちょっと入れとけ。弓がない。おお、もう久しぶりのイオンモールが出たね。久しぶりのイオンモール。そうかそうか、これ防具を勇者に変えてたら今のクリーパー3発だったんだ。おいっ、固まるなって。危ねえ、ちょっとあれだね、 HP が足りなくなってきた。よし、 OK、 OK。 よし、いいんじゃない。おお、敵の配置がなかなか厳しいかもね。多いよ。終わり？いや、まだいるんかい。おお、ネクロ多い。
だからこれはちょっと装備選ぶの間違えたら厳しくなりそう。おーし、よし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 、これも変えようかな。うん、これめちゃくちゃいいね。変えちゃおう。となると最初の黄金は、そうね。いやでもね、防具に入れとかないと、いいんだわな。OK。武器そろそろ変えたい。なんかいいのがあれば、変えていきたいですね。ここはなんか変なの出る？あ、待って、反対側、こっち側も若干湧く。なるほど、クリーパー出るわけね。え、終わり？これで簡単？急に簡単になったな。ハープーンも面白いけどね。まあまあ、古軍しときましょう。無難にね。ハープーン面白いね。衝撃ついてたし、なかなかぶっ飛ばして、落として倒したりも面白かったんで。いや、フロスト上げ、そうね。こっちでいいや。武器は、あとあと、パワーシェイカー上げればよかった。これパワーシェイカーが正解だったかも、ここ。うわ、パワーシェイカーだったな、おそらく、あたりは。いや、ミスった、これミスったわ。うん、全然良くないやつ俺、あげちゃった。これ失敗した。まあまあ、耐久力はね、だいぶ上がるよ。上がるんだけども。いやいやいや、それじゃなかった。ちょっと判断ミスです、今のは。あ、いいんじゃない。いいんじゃない。虚無付きだよ。いやでもな、初見で使うっていうのもちょっと厳しいかな。やめとこう。うん、何が出てくるかわからないから。もしもね、キノコがあるっていうならいいし、そんなにね、よし、相性の悪いやつが出てこなかったらいいかもしんない。よし、おお、まあまあまあ、雪玉がね、いい感じっすよ。あれ、ここ無理？無理？起爆できない？あそこ行けたかなと思ったんだけど。うわ、すっげえ簡単。どうした？よし、すっげえ数、反対側が。よし、終わりー。で、武器いいの出ないなー。あ、ちょっと待って、ボスじゃん、ボスじゃん。ちょっと待って待って待って、これ火力不足だよ。ちょっと裏切りの刃に、あー、まあ変えとこ。うんうん、いいんじゃない、いいんじゃないですか。で、こっち別にいいのはないんだよな。こっちしよっか。うん、これでいいや、とりあえず。いや、今回結構武器選びミスってるわ。こいつだったら怒りでも面白い。あ、いや、いや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 、まだ商人がないからそうでもねえんだ。よし、 OK。 キノコないと意外と遅い。あ、いや、まあまあ、こんなもんか。行きましょう。ちょうどパワーシェイカーがね、回復するもんね。 OK。 あと、
ターンで倒せれば嬉しいけど、多分倒せないんだよな。いや、リーチが短い。仕方ないよね、ナイフだもん。ナイフだから仕方ない。よし、ダメだね、やっぱり若干残る。でもまあ、20回でこいつ、そうね、テンペストじゃなければいいんだけど、そこだけがちょっと気がかりです。テンペストやめろよ、ラストが。よし、いい、まあ余裕ですね。おお、いいね、いいね、いいね。カトラスもいい、両刃物もいい。ただ今回釣り竿はまだ出てないね。釣り竿出てない。 OK、 釣り竿出ないか今回は。でも20回以降で出ても結構微妙なんだよな。できれば10回ぐらいでせめて出てほしいところだよね。ここはなんかネクロマンサーが出てきそうな気がする。あ、出ない。あ、特に何も出ないな。あ、いや、やっぱ出てる出てる出てる。大体ここのステージであいつ出るんだよね。OK、 20回クリア。いや、よくない。あ、いいかな、行きましょう。ほんと今回ね、ユニークの防具がやたら出る。ユニーク防具多い。上がるしね、武器上げてもいいけど、もしかしたら後々もっといい武器が来る可能性がある。その時は変えたいので、防具だったらね、もうこれで進んでいっていいんで、それでいきましょう。パワーシェイカーをあれ、あの時変えたかったな。あ、でもまあそう、いや、いいのか、いいのか。うん、あの時パワーシェイカーにしてて、でここでまた防具でよかったんだ。だったらもうパワーシェイカーの破壊力がうんと上がったよね。あそこか、分かりづらい場所にいる。で、ラスト、はい、22回終了。おお、スライサーとか絶対取らんでしょ。愛のメダルです。ここはもう愛のメダル間違いない。よし、こっちも多いね、敵が。反対側で愛のメダルを打ち込みましょう。いいんじゃない。終わり。で、24、25、まあまあまあ、熱い。でも30分以内厳しいか、ちょっと今回どうだろうね。おお、待って、これ24回が難しい。ここってなんか俺覚えがあるんだけど。よし、いけい。
したらむずいっしょ。まあこのステージって大体難しいよね。よっしゃ、オッケー。ここなんか見たことある。ここ見たことあんな。あぶね。よし、ある程度任せた。よし、24回おしまい。中途半端な装備で来るときつい。ここは間違いない。いらんかな。いや、取っていってもいいね。あ、ちょっと待って。雷の杖あったわ。ミスった。今回よくミスるね。雷の杖思いっきりあったじゃん。雷の杖取っとけば、ボスが強かったらワンパンできたのに。完全にやらかしました。オッケー。おーおー、多いね敵。よし、敵多いわ。こっちにもいるんかい。で、上にもいるんでしょ。25回おしまい。ここに来てクールダウンで、いやもう取らなくていいわ。あー、いいか。なんか虚無ばっかりついてるね。いや、クレイモアもう取ってよかったかな。いや、このまんまいきます。んで、そうね、一応入れとけ。はい、今回結構反省点が多いです。お前もいるかい。まだ出るんでしょ。マンサーの柱だった。お、これは変えよう。うん、これはもう絶対だ。なるほど、武器は最終的にこれでいい。うん、最終的にはもうこれだ、間違いない。で、27、28で29、商人。あ、いや、もう商人ない。商人ねえわ。うん、黄金もパワーもユニークももう出た。そうだそうだ、もう承認なしだわ。そうだそうだ、これ大事に最初から最後まで大事に持ってたね、パワーシェイカーを。終わり、ね、まだ深い。終わり。よし、あで、うん、このカトラスもいいね。うんうん、衝撃波ついてるので釣り竿で使えるけども、釣り竿出てないわ今回。釣り竿なしですわ。ん、もうブラストだけの方が強くない。あ、いやー、ここ鉢持ってたからよかった。うん、ここはなんかクリーパー出てきそうな。ほら、出てきた出てきた。鉢持ってたからよかったじゃん。
おお、まだ終わんない。やろ、これ意外と出るね。後から結構湧いてきた。で、20分近い終了。おー、はい、クールダウンついてるね。おー、ダブル吸血、珍しい。いらない。よー、最後ここ。あぶね。おい、はいはいはい、なんか最後多いよ。よしよしよし、最初結構出てきたね、クリーパーやなんやら。じゃあ時間多めでしたけども終わりだ。でボステンペストはやめてよ。うん、間違いない、いらん。よしよし、テンペストじゃないなら大丈夫だ。特に入れるやつはないですね。いくぞ。何が出る？ジャングルの魔物？なんだ？一体？おい、はい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 。あ、なら杖持ってくりゃワンパンいけるね。オッケー。うん、俺はもう確実ワンパンいける。シェイカー最初から最後まで持ってた。はい、うん、まあ装備間違えなければ全然余裕だと思います。いいの出るか。よくねえな、ほんと全シーズンから全くいいの出ない。あー、いやー、ダメダメだわ。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。